はい、ロック福田の腕時計の MC。 すごいいい天気で、今日は表参道。はい、で表参道はほらこの間時計屋さんが続々と、ねえ、もともとだから石田さんがあって、うんうんうん、で、ウブロがね、できて、タグホイヤーが、こっちから移転しの、はい、で、キャットストリートのハミルトンと、はいはい、あとスウォッチも僕ら取材してるじゃん、はい、だからなんかね、これからその表参道が新しい時計の街になるんじゃないのかなとか思っているんだけれども、そんなね、予感しますね。そのね、主役級が登場しました、はい、というのが、じゃん、じゃん、ブライトリングブティック表参道、4月にオープンしたばかり。ということで早速取材しに行きましょう。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。楽しみだよね。ね、起きちゃったもん、うん。こちらが今年3月に発売されたナビタイマーというモデルです。いいですよね、これね。でこちらのモデルが 46mm のモデルになります、はい、でこちらが 43mm のモデルになりまして、はい、こちらが 41mm のモデルになります、はい、うん、今年は、ナビタイマーだから今年は2022年で70周年になるんですね、はいはい、そうですね。1952年に開発をスタートしまして、で今年がちょうど70周年になります、うん、で国際オーナーパイロット協会、うん、AOPAという世界最大のパイロット協会のために作られたのがこのナビタイマーというモデルですね、うん、だから AOPA の要請で開発されたのが52年、うん、そうですね。で54年にその会員向けに発売したのが本当に初ですね。でその後にやっと市販化されて、そうですね、はい、確かそうでしたよね、はい、このね、ロゴマークがね、そうだから今年の新作はその、12日にその、はい、今年の、そうですね、青パンマークが入ってますね、うんうん、あのですね、この羽羽みたいな、このこれです。ここにいるこの子です。これ、ダイヤルはものすごくいろいろありますけど、はい、何種類ぐらい。そうですね、46ミリで3種類ありまして、はあ、45ミリ、43ミリで5種類あります。で41ミリで3種類ありますね。すごい、色もなんかこう初めて見る色も。そうですね、ありますよね、はい、このミントグリーンのモデルであったり、はい、こういうカッパーの文字盤であったり、うん、そう、微妙にこのサイズが違うのがまた、ね、これもいいな。そうですね、41ミリも、はい、シルバーで非常につけやすくなってます。で今これ、だから発売されてもう3ヶ月ぐらい、はい、そうですね。今のところこのお店だと、はい、どのサイズが人気とかってありますか。つけやすいのがやはり日本人ですと41ミリのサイズは非常に女性の方でもつけやすいと思います。女性の方で、はい、そうですね。どう、ちょっとじゃあ両手にブライトリングを贅沢な感じで。あ、でもこのサイズ感もいいですね。だけどね、この46の、ね、存在感もいいのよ。これ見てこれほらこんな感じ。あとそのこの新作になって、はい、特に変わったところっていうのは、はい、あとはですね、先ほどのロゴマークの他に、はい、このカレンダー位置がもともと4時にあったものが、はい、6時に変更されています。またブレスレットに関して言うと新たにこうコンビネーションのサテン仕上げとポリッシュ仕上げ、あ、はい、なるほどなるほど、コンビネーションのこのブレスレットに変更されてます。そうかそうか、立体感がね。そうですね、はい、ありますね。カッパーもいいですね、すごい ね、いいよねこれね、うん、大人な感じでね、大人な感じ。そうか、これブレスレットがツートンになったんでよりドレッシーになった感じですよね。こちらのモデルはブティック限定のカラーになります、はい、あ、それはブライトリングブティックでしか買えない。そうですね、おっしゃる通りです。そうなんですね、はい、これ人気あるでしょうね。これはだからブティックに来ないと買えないよんという、よんそうそう、だからこれはまあ、52年に AOPA の、はいはい、要請で
開発されたっていう、もう本当にプロフェッショナルユースのモデルとして誕生したんだけれども、うん、だけどその市販化されるとね、あのマイルス・デイビスがやってたりとかっていう、そうですね、著名人も、各著名人も当時の一番その何スノップな、はいはい、まあ、クールな人たちがつけたっていう、はい、だからそういうなんかファッショナブルな側面っていうのもあって、そうですね、はい、そういうのもね、なんかこう伝説になっているモデルですよね、はい、これはでも待ってたよっていう方多いんじゃないですか ね、うん、そうですね、やっぱりもともとブライトニングとってのパイロットウォッチですし、はい、iPhone のモデルになりますので非常に人気は高いです。発売されてからも非常に売れてますね。なんかあのほらハッシュタグどけ魂でそことかそことかでこうやってあの結構カップルで来て写真撮ってる投稿が多くてびっくりしました。なるほど、いや、いいと思います、ね、うんうん、続いては今年の7月に発売されたばかりのスーパーオーシャンというモデルですね。空からの海というね、今度はこの前見に行ったもんね、はい、こちらが36ミリのタイプになりまして、はい、こちらが42ミリのタイプになります。しかも色が好きなんですよ、すごい。ああ、それね、いいね、かっこいいですよね。こちらは銅を使用してまして、うんうんうん、銅にシリコン、アルミニウムを入れています。あ、だからこういう絶妙な、そうですね、色合いが非常に、はい、ブロンズケースはブライトリー初ですよね。はい、渋いですよね。そうですね、使っていくうちに経年変化で、はい、あの緑青が出ますんで、はい、ブロンズのその銅のいい色合いになってくると思います。このサイズ感もいいし ね、では、うん、それを組もう。この色いいですね、うん、本当になかなかないブロンズのカラーで、そうですね、うん、あ、これ回転ベゼルの回し心地もとてもいい、はいはい、ベゼルが今回セラミックを使用しています。あ、そうなんだ、うん、なので傷に非常に強いですね。それは嬉しいですね、はい、これはもう販売は始まっている。そうですね、あの7月から発売されてます。うん、やっぱりデザインがスクエアなところがね。そうですね、あの当時の1970年 の、うん、あの当時のスローモーションというモデルが、はい、踏襲されたデザインになってます。36も可愛いの、これ。そうですね、非常に女性に人気が高いですね。パキッとした色でね、可愛、はい、いですね、はい、うん、この小ささがなんかとても新鮮だぞ、うん、かわいい。ブレスレットもこちらご用意ございます。あ、本当だ、はい、ね、マルちゃんつけるとどんな感じ。36、何、福田さん今オレンジをお持ちなので、私じゃあブルーにしようかしら、はい、こちらがターコイズカラーと言いまして、はい、昨年からトレンドのターコイズですね、はい、トレンドカラーです。細い腕にぴったり、ちょうど暑い時期とかはめちゃくちゃ爽やかで、はい、いいですね。こちらはプロサーファーのケリー・スレーダーの限定モデルです。あ、これが限定なんだ。このなんかあの配色が確かお話があるんですよね、はい、スレーダーさんの、ケリー・スレーダーが子供の頃にお父様がサーフィンをつけるしてる時につけていた時計からインスピレーションを受けていますね。なんかあのほらご自身がサーフボードにエアブラシでこの配色でこう色するのも好きだみたいな話も、はい、なんかなんかうっすら、それで今回この配色になったと聞いてます、ね、はい、オレンジとグリーン、ね、かっこいいですよ ね、 ね、いいよ、うん、というそんな背景もあるこちらの素敵な限定モデルです。来ないと売り切れちゃう。売り切れちゃうよ。こちらがサイズ違いの44ミリと46ミリのモデルになります。すごいサイズ豊富ですね。46、44、42、36。そうですね。4サイズ。そうです。これもあれですよね、まあ、さっきのナビタイマーもそうでしたけど、これはさらになんかダイヤルカラーが、そうですね、かなりお色もそうですし、うん、豊富に揃ってますね。でまたブロンズの色も44ミリですとブラウンカラーになってます。はあ、なるほどね。大人の配色ですね。そうですね、ね、でこちらのラバーの色もブラウン。うわ、すごいな、種類がたくさんで、ねえ、そっか、これが46。そうですね、46ミリですね、一番大きいサイズ。46ってどうですか、すごく大きいというイメージですけど、私の中だと。そうですね、ただ日本人の方でも全然つけやすいサイズ感には。でも思ったより、はい、なんかこう本当腕にぴったりフィットする、
これはあれですね、46だけここがロック付きの。そうですね、一応46だけこちらベゼルが両方回転しますので、こちらロックシステムが付いてます。はいはい。でこれがそうですね、それでこれで、でこれでロック、そうです、ロックしていただいて、お、そっか、これロックできるんだ、うん、はい。いいよな、ね、でもほらこれ多分きっと配色一緒なんですけど、またちょっと雰囲気が全然 ね、 そうね、違う、まあ、ペアウォッチということでね、いかがでしょうか。これ全部でだからそう全部で何種類あるってことになるんだろう。そう、組み合わせがすごい、すごいな。これでこちらはグリーンですね。ね、これもいいよね、はい、豊富ですね。これ変な話でもん、悩んじゃいますよね。これいっぱいあるの、サイズもそうですし、うん、この色のバリエーションも豊富なので、ね、非常に迷われてしまうと思います、ね、ケース素材もあるし、ね、でこちらのブロンズに関しては10月の発売になってます。あ、そうなんですね。じゃあ一足早く今日特別に、そうですね、はい、特別に、特別に。これかっこいいよね、ブロンズにね、いい、ブラウンの、なんかとっても福田さんにいい感じですよ、ね、はい。なんかさ、ほら僕いつも小さい方が好きって言ってた、40アンダーみたいな、ね、39ミリとか、はい、まあそれはもちろんそうなんだけど、なぜか僕ブライトニングの、まあ、さっきのナビタイマーもそうだけど、一番大きいのがいいなとかって思ってしまう感じがあって、まあでも分かる気がしますけどね。だからやっぱりそのなんだろう、そのブライトニングならではの、まあ、こうプロフェッショナル感というか、ツールウォッチというか、なんかこうね、あのちゃんとこう機能的な道具とかって感じをね、あるとこう大きい方がかっこいいみたいなのは、ちょっとガジェットチックなってことです、なんかあるよね。うん、だってこれなんか46ミリいいもん、なんか無理がない感じしますよ ね、うん、そう、いやこれいいな、うん、と思います。おすすめですよ。続いてはこちら18金のゴールドのモデルになります。わー、はい、こちらからクロノマットでナビタイマーです。こちらが先ほどのナビタイマーのゴールドモデルで、こちらはプレミエというモデルです。ゴールドシリーズ、最近、最近ね、なんかゴールドケースが、そうですね、やっぱり人気がありますね、はい、そうか、こんなに揃うんですね、ブライトリーにね、はい、そうですね、ブティックならではの品揃いになってます。ちょっと美味しそうな色合いですね。あ、でもこの重量感がやっぱゴールドはな、これなんかマルちゃんブレスレットでね、そのゴールドの重量感は絶対いいですよね。そうですね、日本人の肌にすごく合うお色になってますね、はい、これプレミアいいですよね、はい、そうですね、こちら1940年代に作られたモデルが踏襲したデザインになってますね。やっぱゴールドだとよりなんかこうクラシックなんかこうエレガントな感じがより一層出て、う、ね、もうブライトリングの中でプレミアクラシックのプレミア、うん、いいよね、なんかね、私プレミアシリーズ結構好きなの で、うん、でスチールももちろんいいけど、うん、ゴールドとより一層さ、なんかね、これの引き立ちますよね、うん、あ、いいな、これな、このクラシック感で、サイズ感も40ミリですので非常につきやすくなってます、うん、ブティックに来るとこんなにゴールドケースも悩めるぞと。いや、楽しいですね。ね、ここって今日本で一番大きなブティックですか。そうですね、面積的には最大広いですね、はい、はい、一日いられるね、はい、あのディスプレイもね、いろいろ素敵ですし、うん、見るところいっぱいあるので、場所もいいですよね、やっぱりね、三道と原宿も近いですし、うん、私結構これが気になってます、これね、はい、私ね、今日実は右手につけさせていただいているのも、うん、はい、同じモデルなんですけれど、はい、ちょっとこう並べてみましょうか。ゴールドもやっぱりゴージャスですね、すごいね。じゃあ恒例のまるちゃんの、はい、いつも以上にたくさんの中から、はい、いやでもね、ほらナビタイマー70周年なんでね、で、あの、私このアオパのロゴが非常に好きなんですよ。あ、そうなのね、はい、で、やっぱりさっきも持たせていただいたんですけど、色も悩むけど、この、あの、よりちょっとほらエレガントになったブレスレットと、うん、41ミリのこのサイズ感と、こうあえてこうツートーンじゃないダイヤルを選ぶという、うん、これにしようかな。おー、すごい、
ということでですね、今回の丸山の一本はナビタイマー B01 クロノグラフ41ミリのモデルでした。これをね、あのアクがないのでね、こうご自身のね、お梨と一緒に楽しんでいただきたいですね。はい、ありがとうございます。ちこ、いや楽しかったですね。ね、どうだった。いや、ラインナップもすごかったし、店内の大きいこと私びっくりしちゃった。ね、あのね、そう、なんかさっき言い忘れたけど、ここはだから国内ね、8つ目の、はい、ブティックで、で、国内最大級なんだ。はい、ということでね、まあ最初にも言ったけど、表参道これからはね、時計を買いに来る街になるんじゃないのかな、間違いない、という気がしてます、はい。でまあ、いつも同じ話になっちゃうけれども、こういうふうにその、ね、銀座以外にもあのお店どんどんできてるんで、あそこのお店を取材してほしいとか、あと僕らもね、まだ全部のブティックを見てるわけじゃないから、あの、はい、ブランド気になるよとかっていうのがあれば、どしどしリクエストください、はい。で、あの僕のインスタの DM 宛てでも構いませんので、でインスタといえば、はい、皆さんがですね、あのハッシュタグ腕時計魂とつけて投稿してくださっているのが 14.3 万件をほっとび超えまして、すごいよね、はい。で、ね、素敵な写真ばっかりなんですけど、毎週5000その中から厳選してですね、私フォルテスタイルのあなたの時計見せてくださいという記事にさせていただいておりますので、そちらもぜひ引き続き投稿をお願いできたらと思います。はい、ということで、次はどの街に行くかなというのをね、はい、僕らも楽しみだけど、楽しみにしていてくださいね。じゃあね、またね。